はい、皆さんこんにちは。吹雪の部屋へようこそ。ウルトラマンコスモス20周年記念勝手に特別企画、吹雪の部屋番外編ということで、今回も立石でありました車国秀さんに来ていただいております。あるかもしれない、エアポケットみたいにね、あれをこう体験しないと感じが出せない、撮影の感覚わかんなくて、結構前半にヘリコプター乗りに行ったんですよ乗りに行けるよって言われて、いやこうすごい高さまで行って、あ、これで落ちるのかっていうのと、ヘリだったんでやっぱりこうなんとなく少し揺れて全体動いてるんですよ、だから、あ、結構不安定だよなと思って、ブーンって曲がったりするじゃないですか、テックサンダーとかも、あのカーブっていうのはどうにか体感できないなかなと。 G のかかり方っていうのがね、やっぱり違ってきますからね、ああいうのに比べて。まあ、さて、次に、さっき言ったの、何でしたっけ、本編に来てくれた時の、そうですね、あの時は最初は空手のシーンでしたっけ、殴り合い。でも、まあ、その前に、爆薬のね、あれだとか、いやいや、一番最初に、撮影前に。あ、そうそう、稽古でね、はい。稽古で、転がる、受け身を取るっていうか、受け身を取りながら、銃を撃ったりとか、こう飛び越えてジャンプして岩陰からこう銃を撃つとかって、そういう所作をね、なんか行きましたね。そうですね、あれが多分初対面ですよね。初対面です、あれがね。あれ、太陽君と僕と岡監督、助監督。助監督がね。ね、3人で行かしてもらって、しましたね。やりましたね、そういえばね。あの頃からこいつらやばい、もう無理だなと思ったんですよ。いやいや、そんなことないです。こいつら大丈夫かな、やればできるっていうね、それで。だから転がりなんかやっぱ怖いです。だから、ああいう、稽古場は、マットが引いてあるからいいけど、でも、現場に行くともそういうこともないわけですよ。やっぱり石ころの上だったりとか。確かにそうですね。いろんな状況の中で、そういううまく自分が痛くないように、怪我しないように転がって、対処するっていうのはね、やっぱり一番難しいことなんで。いや、本当に、今、ね、まあ、お稽古させてもらってるからあれですけど、まあ、とにかく受け身っていうのがどんだけ大事かっていうのはね、そうですよ。すごく思いますね。何があってもですよね。なんか、バシッて殴られて、ここにドーンって行くだけでも、ねえ、怪我する人は怪我しますもんね。本当そうなんですよ。手ついただけで怪我する、ね。そうですよね。いやいや、もうそれがアリーの、で、その後多分、すごくあったのは空手のシーンだったんですよ。空手のシーンで二人のね。あの場面があって、島さんもやってみたいな。そうですね。島さんもや最後なんか大会の、僕の大会の白黒の中でやっつけるじゃないですか。そうです、そうです。なんかそんな。あれはうちの、若手が。あれ誰でしたっけ？あれ村田ですよ。あ、村田さんか。村田が。あ、違う、村田が審判で。はい、あ。そう、審判が村田で。誰相手誰だっけな。思い出せない。見ればわかりますね。見ればわかると思うんですけどね。そうそう、審判がね、ハゲ頭だったから、ハゲ頭っていうか、坊主頭っていうか、村田なんですよ。ああ、そうですよね。だから覚えてる。そうか。そして、例のロケの現場でね。ロケの現場でね。うん、大男の設定でね。そうですね。うん、ミニトラを飛ばされる。そう、ミニトラでドラム缶の中に飛び込んでいけって言ってね。やったことなかったんですよ、ミニトラを。だけど、走ってきてミニトラジャンプして、ドラム缶に斜め上から飛び込んでくれって言われて。いや、違う。俺の感覚は、要するに、まあ、そのぐらいは、まあ、軽くできるだろうという感覚があったのね。ああ、そうですか。見た目からしても。だから、そのぐらいできるだろうっていうね、トランポリンも、まあ、少しは飛べるんだろうという感覚だったの。はい、もうトランポリン飛んだら、初めてっていうの。自分がびっくりするぐらい高く飛び上がって、これも一発本番で終わったんですけど、ものすごく肘のぶつけ、ね、キーンっていうところが、ドラム缶の角にめっちゃぶつかって、ビーンってなってるんだけど、なんか棒かなんか持って戦いに行くんですよ。ビーンってなってるんだけど、あーと思って行ったんだけど、ね、収まらないです、痛すぎて。折れてんじゃねえかなと思って、しばらくしたら治りました。あのロケの、時に、
実は僕は日本刀やってます。あ、やりたいんですっていう。昼休みかなんかにお話してたんだよね。はい、そうなんですよ、うん。なんであの話を急に僕はしたのか覚えてないんですけど、うん、まあ、ある流派行こうと思ってますなんて話をして。うんうんうん、聞いた聞いた、うん。で、そのまま日本刀やってるというので、たまたまやってる道場が近くて。そうです、そうです。あの、モノレールの下でね、やってて。で、そのまま道場に行かせていただいて、本身をやらせていただいて、今に至ると。見て、うん。今に至ってもう20年ですよ。20年なんだ。20年。ね、だから、僕はだから、途中からだから、あ、でもまあ、月を考えるともう20年ですかね。そうです、そうです。20年は経ってます、楽に。うん、20年やってんですね。うん、まあ、いっちゃう、ね。じゃあ、うまくなりますよ。いやいやいや、まだね、全然ポイつかないなと思いますよ。そんなことはない。あの、日本刀深いなと思いました。まあ確かにね。こう。だから日本刀って、一振りっていう考えじゃないからね、やっぱり何十振りっていうのか、明日は一振り一振り性格がある、反りも違う、ね。そういうのがあって、やっぱり使いづらかったり、うん、あ、合う合わないっていうのが当然出てくるわけです。そうですね。うん、あの重さによってもね、うん、しても、やはり重いのと軽いのと、なんかそういうのがあって、まあ、本当に自分の、本当に相対する相手を探すっていうか、出会うっていうのが、いや、本当そうですよね。もう、生きてる間に出会えればいいなと思うぐらいの、うん、そういう刀っていう、一つの、やっぱ魅力があるんですよね。うん、だから、会えないんですよ。だから探すんです。そうなんだ、うん、一振り一振りいいところもいっぱいあるんですけどね、うん、あるんだけど、やっぱりもっとなんか合うのがいるか、いるんじゃないかっていう、分かるな、すごく気がしてね。あ、だから俺も多分結婚してないんですかね、うん、多分そうかもしれない多分刀に魅了されていやいや、そういうことじゃなくて合う合わないって難しいよな。いやいや、本当そう、何でもそうですよ、物事っていうのは合う合わないっていう、なんか本当に今を僕使ってる刀あるじゃないですか、うん、あれやっぱ重さがある部分があって、うん、なんだろう、自分の力の具合が刀の具合と合わせられるんですよ。ああ、なるほど。ようやっと、うんうんうん、なんだけど切り返しはちょっとスピード遅れるんですよね、うん、で、はい、負担がきますね、うん、で、まあ、もともと使ってるやつっていうのは全部バランスがいいので、うん、僕には今、うん、まあ、それが一番やっぱりいいんですよね。まあそうですね。早くは切れるっていう、うん。でも結局は見た目で、こう、その、吹雪隊の用紙に刀をパッと構えたら、短かったらおかしいでしょ、うん、まあ、そうですね。でも長すぎてもおかしいでしょ、だからそこのバランスっていうのがあるわけです、うん、で。それをやっぱり使いこなせるか、こなせないかってことになる。だから年取っていくとやはり重い刀は負担くるんですよ、僕。そうですね。だんだん軽くしていかなきゃいけない、うん、やっぱりさっき言ったみたいにこう遅れちゃう、追いついていけないっていうところがあるんで、まあそこら辺の問題が刀の重さ、長さ、うん、いろんなのが出てくるんですよ。だからそこに出会うっていうのがもうすごい難しいんです。そうですね、まあ、うん、ウルトラマンコスモスの話じゃなくて今日本刀の話になってますけどね、まあ、ね、もうそうなってっちゃいますよねどうしてもなっちゃいます、まあ、このなんだ、日本刀に関してはあの僕らがずっとディナーショーやってきた ね、レジェンドオブソードっていうのは YouTube に上がってますんで、ぜひいろいろ見てもらえればと思います。はい、できるわ。あの時載せてないですけど、あのエクリプスモードが来てくれたんですよね。そうです、そうです。ギギとね、そうです、ギギとね戦う。でもやられてましたけどねそう、うん、イベントレジェンドオブソードにギギとあのウルトラマンレジェン、あ、違う、レジェン、エクリプスモードが、うん、あのコスモスディナーショーに出てくれたんですよ。これはちょっと見れないですけどね、あれはいい思い出でした、ね、まあということで、短い間でしたけど、あ、いえいえ、はい、本当に。またあのウルトラマン系をやる可能性はあるんですか？まだわかんないです、うん、もうね、やっぱりそういうことじゃなくて、その年齢的なものも考えてね、うん、それでやっぱり今もそういうこのやり方っていうのがもう昔のね、僕たちがやってきたやり方とも、うん、もうコロッと180度、下手すと360度ぐらい違ってきてるものがあるから、戻ってきちゃって、うん、やっぱりもうついていけない、
だけどね。いやでも、形になります。でもその、今新しく始まったトリガーとかも見させてもらったんですけど、その、なんだろう。新しいのも入れつつですけど、やっぱり円谷さんが作ってきたその伝統みたいなものってやっぱ残ってますよね。それはね。戦い方の少しこう重さだったりみたいなところがね。なかなかこう先輩方から言わせると、うーんっていうところあるかもしれないですけど、なかなか、なんだろう。巨人が戦ってるって感覚がたまに見えますけどね、やっぱり AT とかを見てるとその重さの出し方とか、体の使い方、やっぱ全然違いますよね。そうですか。じゃあ皆さんちょっとウルトラマン AT を見てください。いやウルトラマンはすごいな。ウルトラマンすごいです。すごいなと思って、この間もやっぱコスモスを久々に見て、今見てるんですけど、そうですね、今も配信してますからね、やっぱりこう大人になってみると、自分たちの演技とかっていうのは、あーっていうところはいっぱいあります痛いとかいっぱいありますけど、20年ですよ、だってね、やっぱウルトラマンとかの動きだったり撮影方法とか見ちゃうじゃないですか、大人になると、あーやっぱすごかったんだなと思いましたよ、やっぱり。だから僕なんかが一番、大変だったのは、やっぱ僕なんかもう連続でずっと入っていかなきゃいけないじゃないですか、だから一つの輪が終わったらもう次に入っていくでしょ。監督なんかはほらやっぱり交互で1話交代とか2話交代で入っていくから、こういろいろ考えてきてくれるのが、僕たちなんかそんな余裕ないんですよ。僕なんかはもう次のやつをもうすぐやる、でも怪獣も見なきゃいけないし、そうですよ、ね、作るもう制作段階から行かなきゃいけないでしょ。だから、もう次のまた考えていかなきゃいけない、頭の切り替えっていうのがね、めちゃくちゃ大変だったことがある。本当パニックになりますよ。ついていけないと。いやーもう特撮スタッフの人たちはね大変だって、まあスタッフさんはねとにかく特撮は大変だっていうのはすごく現場入らしてもらって分かりましたけどね。そうですか。大変です。いやいやいや、非常に貴重な話をありがとうございます。はい。吹雪の部屋は本当にね、スタッフさんをいっぱい呼びたいんですけどね、本当は。ね、本当ですよね。少しずつでもね、そう、いろいろ聞きたいしね。聞こえて、やっぱりそういうのを知っていくと、もうやっぱりまた違う世界に入っていけるっていうのがありますよね。まあだから、言えないことが多いっていうのはありますけどね。なんかそれを言ってしまうと、ちょっとね、ダメだっていうのがいっぱいあるかもしれないんだけど。まあ、ギリギリの範囲でね、やっぱりそんなできたらなと思うんですけど、まあ、吹雪の部屋もいつ終わるか分かんないんでね、ね、急に始めたんで急に終わります。もっとやってくださいよ。いやいやいや、だからね、太陽君との、あれは面白かったですよ ね、初めて経験して、変身したのがいつの間にか、しりっぱしりしたんだけど、そうそうそう、着物着てきたって思ってる人って、もうね、袴まで履かせろよって言いたい。いや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 、もう袴履かしちゃうとと思って、もうこれはもう後ろいいかなって言って走っちゃいましたけど、しりっぱしり最高です。はい、まあ、またゆっくりとお話できると思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。